倉寿司逮捕。迷惑動画で全国初の逮捕者倉寿司、犯罪であることを認知。全国の飲食店で相次いだ迷惑動画をめぐって逮捕者が出た。回転寿司店で醤油雑誌の注ぎ口を口に含むといった迷惑動画を SNS に投稿し、店の業務を妨害したとして、21歳の男ら3人が逮捕された。 回転寿司店の店内で醤油差しの注ぎ口に直接口をつけ、その後、寿司を乱暴に扱ってすみませんでした。深く反省してます、と深く反省しているとはとても思えぬ態度で謝罪の言葉を SNS に投稿していた男。8日、威力業務妨害の疑いで愛知県警に逮捕された、住所不定無職の吉野良賀容疑者。 21。さらに、この動画を撮影したと見られる19歳の男と、一緒にいた自称15歳の少女も逮捕された。吉野容疑者らが行っていたと見られる迷惑行為。それは、回転寿司店などでの迷惑動画が全国で相次ぎ、すでに社会的な問題となっていた2月3日の夜、名古屋市の繁華街にある倉寿司。 の店舗内で行われた。吉野容疑者らが投稿した動画を見ると、金髪姿の吉野容疑者は、回転レーン上にある寿司皿の蓋を上げると、寿司をそのまま右手でつかみ、口に。すると、もう片方の手に持っていた醤油差しを口に直接つけ、醤油を口に含んだ。そして、らに残ったシャリを口に放り込むと、笑みを浮かべながら、 もう一度醤油雑誌に口をつけた。動画投稿はこれにとどまらない。吉野容疑者は黒の上下にサンダル姿で笑いを噛み殺すようなそぶりを見せながら謝罪の言葉もアップした。吉野容疑者、この度は寿司を乱暴に扱ってすみませんでした。深く反省してます。この動画は SNS 上で拡散され炎上。 店側が警察に被害届を提出し、動画に映っていた吉野容疑者を特定したという。回転寿司店をはじめ、全国の飲食店で相次いだ迷惑行為と動画の投稿。こうした行為をめぐっては、全国初の逮捕とみられる。今回の逮捕を受け、倉寿司側はコメントを発表した。倉寿司側のコメント、今回の逮捕をきっかけに。 こうしたお客様との信頼関係に基づく仕組みを根底から揺るがす迷惑行為が犯罪であるということが広く世の中に認知され、今後模倣犯がなくなることを切に願います。警察は、吉野容疑者ら3人の認否については明らかにしていない。私のチャンネルを共有して購読するように、